前原誠司君。委員長。前原君。国民民主党の前原誠司でございます。上田先生、よろしくお願い申し上げます。まず、デフレは貨幣現象とお考えなのか、つまりデフレは金融政策で変えられると思われるか、お伺いいたします。上田参考人。これは経済学の教科書にはよく、究極的にはデフレあるいはインフレは貨幣的現象であるという記述がございます。しかし、先ほどちょっと申し上げましたように、もう少し分かりやすい見方としましては、デフレインフレあるいは物価は基本的に財サービスの需要と供給で決まっていくものである。その中で、需要財サービスに対する需要の一つの決定要因として貨幣的な要素がある。で、それが中長期的あるいは短期的にも強い影響を及ぼすような、局面と、最近の日本のようになかなか影響が、力強くは出てこない局面と両方ある。で、後者のような場合には、ある程度の期間をとってもなかなかデフレが貨幣的な現象であるというふうには見えないということもあるかなというふうに思っております。前原誠司君。先生は過去のご著書で、流動性の罠に一旦陥れば金融政策は完全に自力ではデフレを克服する道具足りえないと、別の経済のポジティブなショックが起こり経済が流動性の罠から脱出するという可能性があって初めて持続的な金融緩和のコミットメントが意味を持つと言及されておりますけれども、何が今じゃ必要なのか、そして政府に求めるものがあるとすれば何なのか、お答えいただきたいと思います。上田参考人。おっしゃるように、金利が非常にゼロ近辺まで落ち、下がってきてしまったところでは、これ先ほど申し上げましたように金融緩和の効果は弱まるという面はございます。それでも、過去10年は、短金利ではそうであるけれども長金利ではまだプラスであったので、そこを利用して量的質的緩和、をやってきたということであるかと思います。それを申し上げた上で、やはり、何らかの、要因によりまして金融政策以外の要因が物価を上げる方向に、動いてくれるということは中央銀行にとってはありがたいことでございます。政府が、力を入れてらっしゃいます賃上げの促進あるいは成長戦略、これが、経済に、プラスの影響を及ぼしつつあると思いますが、こういうのが引き続き出てくるということは、賃金物価の好循環に向けて、非常に好ましいことであるかなというふうに思っております。前原誠司君。はい。黒田総裁、10年間ずっと異次元の金融緩和を行ってきたわけですけれども、ずっと続けてきたことは正しかったと思われますか、いかがですか。上田参考人。やはり 2% の目標というものを前提といたしますと、金融緩和でそれを達成するというのが日本銀行の責務でございますので、緩和を続けるということになりますし、当初はおそらく、量的質的緩和、その一例としまして、それまであまり行われていなかった、長期国債の購入を大量で行うというさまざまな、それも含めましたさまざまな質的緩和の手段を取ることによって、金融緩和の力が強まり、それほど長い期間を置かずに 2% に、到達することができるという目論みで始められたと思いますけれども、さまざまな外的のショックの影響もあり、長い期間がかかっている。その中で、金融緩和をいろいろ形を変え付け加える要素を付け加えつつも、継続、されたという決断はやむを得なかったのかなというふうに思っております。前原誠司君。私もですね、経済が落ち込めば財政出動や金融緩和を行うことは当たり前だと思っております。一種のカンフル剤。しかし10年間もずっと金融緩和を
行い続けることは、例えばゾンビ企業を生き残らせるなど、日本の競争力、潜在成長力をむしろ押し下げたのではないかという見方もありますが、それについてはいかがお考えですか。上田参考人。一般論として長期にわたる金融緩和あるいは低金利が経済の新陳代謝ですか、この機能を低下させてしまうという指摘があることは承知しております。ただそれでも、理論的なことを申し上げますと、例えば国債の金利が極めて低い、例えばゼロであっても、不健全な企業についてはその安全資産のゼロという金利にスプレッドを乗せて貸し出しをするという形で、新陳代謝を進めるという対応は、企業機関レベルで、不可能ではないと思います。ただその上で、現在まだ、基調的なインフレ率が 2% に達するというところに山がある、そういう意味で経済に力強さが欠けている状態では、金融引き締めを急に行うと健全な企業に負荷をかけたり、新しいビジネスの、芽を摘んでしまうという恐れがあるかなというふうに考えてございます。前原誠一君。今日銀